ポーツ振興の助成事業を紹介するスポーツ&スマイル。今回は立山連峰のふもとにある下村スポーツクラブマイケという総合型スポーツクラブのお話です。平日の午前、保健センターを覗いてみると、高齢者が中心となったコツコツ体操というプログラムが行われていました。いやー、これがすごい運動量なんです。参加者は長い間コツコツと体を鍛えてきたそうで、皆さん笑顔で本当に楽しそうです。ここで一番長くコツコツ体操を続けている方にお話を聞いてみることにしました。この体操しとるとね、そのやっぱり柔らかみも血の循環が良くなっちゃうもんかね。なんやめられんですわ、歳とっても長老なっとってね。私はこの人に誘われて私も誘われたんだ。よかったから、また隣なんですけど、どうですかって声かけたら、みんな楽しんでます。スポーツクラブマイケではおよそ400人の会員が射水市下地区を中心に2006年から活動しています。ここにはスポーツやってましたけど、そういうことをみんなあまり この場所の方ではやってなかった。それにはこうやってもっとこういう施設があるんだから、これを有効に使って、だから有効に使うときは、使ってもらうときはどうすればいいのか、それはやっぱりその利用する人たちのどういうスポーツを望んでるとか、そういったものをまずアンケートとかそういうのを取りまして、それでいろいろな種目を、立ち上げていったわけです。スポーツクラブマイケでは、下村体育館を中心とした公共施設を有効に利用。大人から子どもまで会員誰もが参加できるおよそ30の教室が開かれています。公民館ではよさこい教室が行われています。お祭りでの発表会を間近に控え、皆練習に力が入ります。もう4年経って大きな祭りに出て楽しいです。こちらはバランス感覚など多くの運動能力が育まれる一輪車教室です。すごい難しいから頑張っとるし、面白いから楽しい。一番上の一輪車のスターが今なかなか難しいので、コツコツと今練習を積んでいます。